はい、今回はね、ようやく放送日が決定した鬼滅の刃刀鍛冶編についてピックアップしていこうと思います。当チャンネルではね、取り上げるのは初めてですが、立ち上げた時もね、もう前回の遊郭編終了した後だったので、まあ、動きがあれば語っていこうかなと思いました。もちろん鬼滅もめちゃくちゃ好きで、最終回までこうジャンプを追っていた世代です。今回無限列車編のね、後に新 PV が公開となりまして、情報が解禁されました。ちなみにね、地上派のこの無限列車編の CM なんですけれども、煉獄と赤座の戦いの終盤では全くなかったのがめっちゃ構成最高でしたね。何度見ても感極まる、まあ、頑張ろうと思えるね、そんな回です。今や国民的アニメ作品となった鬼滅の刃ですが、まだまだアニメは完結まで先は長く序の口ですよね。刀鍛冶編ではね、柱の時と無一郎とかね、甘露寺光とかで大活躍する刀鍛冶編ですが、またまたとんでもない放送、放映方法となっていて、おそらく情報量が多すぎるので、こうまとめながら今回気になる点をね、ピックアップしていこうと思います。まず今回ね、放送開始は来年2023年の春アニメ枠となっています。前回の遊郭編と同じくフジテレビ枠からですね。フジテレビ枠でこうグロ部分だったりとか遊郭における規制的な部分はどうなのかなと思ったところも、急に終わったのはね、記憶に新しいですね。もうあっという間の放送です。さらに初回はね、第1話1時間スペシャル放送となっています。かなり粋な計らいですよね。ただ通常の形とは大きく異なる点があります。この放送に先駆けて2023年2月3日よりね、ワールドツアー上映、鬼滅の刃上弦の集結、そして刀鍛冶の里へがね、開催されることが決定しております。これ何なんだって思った人も多いと思いますが、内容はね、遊郭編の第10話、11話と新エピソードとなる刀鍛冶里編の第1話が構成され、日本を皮切りに世界80以上の国と地域の映画館で順次ね、上映される予定となっています。上弦の集結をね、スクリーンで見れるのはたまりませんよね。もう上弦の位置がどんな感じなのかめちゃくちゃ気になります。遊郭編は10話は絶対に諦めないと、11話は何度生まれ変わってもで完結となっているので、ちょうど最後激アツなこの牛太郎との戦闘シーンだったりとか回想、そこだけ見ても映画のような部分から見せて今回の1話につなげてくるという、もう贅沢なね、劇場版が公開されるということですね。なので刀鍛冶編は実質2月からのスタートと考えてもいいのではないでしょうか。劇場版見てもいいし、もしくは地上波で見てもいいし、どちらでもいいんですけれども、映画は別にいいよっていう人ではもう春まで待てばいいし、もっと早く見たいよって人はもう2月には第1話楽しめるということになるんですよね。そんな刀鍛冶編ですが、原作でいうところの第12巻から第15巻までの内容となっています。遊郭編が8話の最後から10巻のまあ終わりの前までなので、おおよそ尺の長さ的にも近いので、おそらくワンクール全11話12話放送で描かれると思います。そしてね、鬼滅の刃はね、もうすでに完結していますが、最終巻23巻なので、ようやく折り返しという感じだと思うと、まだまだ先が楽しみですよね。もうね、これネタバレになっちゃうんであんま深くは言えないですけれども、もう刀鍛冶編めちゃくちゃ熱いんで、ぜひともね、原作読んでからでも全然いいと思うんでおすすめです。まあ、主題歌についてはまだ決定していませんが、まあ、リサさんとかエメさんはじめいろんな方がね、担当されていますが、もう一度こうリサさんに戻るっていう展開を個人的にはちょっと期待しております。ぜひ皆さんの鬼滅の刃刀鍛冶編の思いなどコメントで教えてください。めちゃくちゃ楽しみですね。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。